皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。総合診療ブラザーズ小沢ひひろです。松本智弘です。今回はですね、小さいことが気になるあなたへ OCD を知ってほしい第2弾です。第2弾、はい、じゃあ本題にね、早速入っていこうと思います。はい、ますます、まあまあまあ、前回その、ね、サイトが閉じてしまったと、まとまったサイトが ね患者教育用のサイトが閉まってしまったということで、慌てて魚拓を取りまとめ直し、はい、もう、はい、僕らが患者教育用の資料を作ろうということで、うん、この YouTube を撮ってます、ね。はい、これを見ることで、まあまあ、この動画をね、何本か立て付けに見てもらって、多分ね、あの十何回からシリーズになると思うんですけどすそれは、まあまあ、適宜ね、題名を見てもらって選んで、うん、はい、あの患者さん、ね、の気持ちを分かってもらうということですね、うん、患者さんも医者の気持ちを分かってもらうみたいなところで、あの相互理解を深めて、まあ、診療室の、ね、満足度を高めましょうっていう動画です。でこれを見てすっきりして、今まで苦手だった患者さんを好きになるっていうような動画にしていきたいと思います。はい、でまずね、虚悪性障害とかね、あの虚悪神経症と呼ばれてました OCD ってどんな病気かっていうと、オベシブコンパルシブディソーダーっていうね、かつては虚悪神経症って呼ばれてました。はいはい、OCD は、まあ、不安障害の中の一つですね、不安ね、うっとかね、あるんですけど、不安障害の中の一つで、まあ、これはまあ精神医学の世界なんで細かい話はさっき やめておきますが、まあ、あのよくあるのは、まあ、すごく手が汚れてしまったとかで、めっちゃ手洗う人ですね、はい、で手洗ってないと心配ってですね、うちらももう本当ね、これと一緒ですよ。このワークシマでも OCD がベースにあるんですかね、やっぱり。これがちゃんとできる人は OCD だと思うで、多分だから、あの先天後天的にもそうでさ、なりますよね、不安が強くなればさ、 OCD っていうか、それはもうでも脅迫されてるからね、実際対象があるから、完全にコロナ今コロナがなければなくなるから、それは病気ではないですね、虚悪性障害でね、でも何でもない平時でもそういうことが起きてしまうことを虚悪性障害と呼ぶということですね。虚悪的にねやると、ね、一番、まあ、僕らが好きなのはチェッカーですね、紐元の消し忘れとか、あのドアの閉め忘れとかですね、そういうのが不安でしょうがないとか、でそういうので、あとは、まあ、例えば何かが起きる予期不安がすごすぎて、例えば密閉された空間に入れないとかですね、まあ、高所恐怖症も一つですね、高いところで落ちたらどうしようと思ったらもう何もできないとかね、あとは何もできないと思っていろんなことを考えちゃうんで動作が遅れてしまうとかね、そういうのが、まあ、OCD の特徴という形になります。あれなんですか、高所恐怖症の人の VR のやつあるじゃないですか、うん、あれでもやっぱ怖くてできない人って結構いて、 あれもそういう一つなんですかね。そうですね、それももちろんそうだと思いますよ。あ、 VR の、うん、でその多分あのなんだろうな、認知行動療法ができるんじゃないかなと思ってて、やってますよね、うん、オックスフォードとかでしたっけ。そうだね、オックスフォードで認知行動療法の中でも、何の認知行動療法、うつとかだっけ、じゃあ PTSD、ね、PTSD とかの方あ の認知行動療法を使って、あと系統的脱監査法だね、うんうん、で徐々に強度を、まあ、これ難しいね、系統的脱監査法って言ってもね、徐々に例えば高さを上げていくみたいなね、うん、そういうことをすることで徐々にあの怖さを取っていくとかね、まあ、実際怖くないんだよっていう意味では VR を挟むっていうのは大事ですね、うんうん、VR ってやっぱ頭の中でこれ非現実的なものだってことは分かってるわけだから、バーチャルだって分かるから、うん、なんでそれを挟めばそのなんか効果がありそうだなっていうのは、まあ、あの別に特に研究とかしなくても分かりそうなことですね、はい、はい、まあ、ということで、まあ、そういったその不安で何かの、その不安によって動作が遅れるとか、それによってとらわれてしまって何かの生活に支障が起きるっていうことをこうです、ね、障害があるってことですね、障害があるっていうのはその生活に支障が来るっていうことまでいくと障害っていう定義になるということですね、はい、続いてですね、どのぐらいの人が、まあ、OCD を発症するかっていうと、まあ、大体これいろんなデータあるんですけど、まあ、大体平均して20歳前後で男性の方がちょっと早く発症するって言われてますね、はい、で女性はいろんな、まあ、ライフイベントで起きるって言われてます、特にやっぱり結婚、はい、出産ですかね、まあ、これ ね、なんでですかね、まあ、それもストレスになるって、なんかストレスの何でしたっけ、うん、なんかありますよね、なんか値の100とか何とかとかっていうので、これ僕の考えですけど、まあ、子供が生まれると結構それ不安なことだらけになるんですね。ああ、そうですよね。 OCD ベースにある人の9
基準は自分のことだけじゃないんですよね。あ、自分が誰かに危害を与えてしまうんじゃないかとか、うんうんうん、迷惑かけてしまう危害不安っていうのがあるんですね、はい、でそういうのがあるんで、そういうのもあると、だから他人に目をかけたくない、つまり子供とか旦那さんとか家族ができるとやっぱり背負わない、一家の主じゃないですか結局は、うんうん、お母さんが、お母さんが一家の主でコントロールしなきゃいけないっていう立場に追いやられると、やっぱもともとそういうのに敏感な人ですねはやっぱりそういうのを発症しやすいんじゃないかなっていうのが思いますね、うんうん、やっぱりその病院に来る人っていうのはやっぱり20代後半から30代の真ん中ぐらいまでの人が初心で来てるなっていうのがカルテ上でも分かりますね。これ多分ちょっとデータが古いんで、ライフイベントが結構早めのデータなんで、これが遅れればやっぱりそういうことになるんじゃないかなと思います。はい、はい、で子供での発症もあると言われてますね、1-2% 程度でお尻に子供がいると考えられています、はい、お尻の発症年齢を平均すると20歳前後ですが、10歳前後にも発症のピークが見られるということですね、うんうん、で多くの子供の発症の多くがまあ18歳未満で起きる以下で起きると、はい、でもさ、これ OCD の中でよく言われてるのは自閉症スペクトラムですね。あ、なんでこの研究自体どうなのか分かんないですけど、まあ、結構似てるんですよ。こだわりがあるとか、うんうん、あの動作がね、それによってその症状によって遅れるとかいうことで、まあ、少し学習障害のような捉えられ方とかすることがあるんで、まあ、OCD と自閉症オーバーラップするか、もしくは誤診されてる可能性、うん、OCD だと言われてたけど、まあ、あの自閉症だったりとか、自閉症って言われてたけどただの OCD だったりっていうこともありえるかなとは思いますんで、これはまあ、まあ今後の研究でまた変わってくるんじゃないかなと思います。これ精神医学の話で病気の名前って変わってくるんですよね。変わりますね。これなんかね、うん、あの、まあ、医学の中でって病名って変わってくるんだよね、よくね、うん、それがあって今 DSM っていうアメリカの学会が作ったものが一番今権威があってですね、あと ICD っていうその国連が作ったやつもあるんですけど、うんうん、まあなんかどっちもどっちもなんか競争してるっていうか、なんかどっちも相入れないっていうかいうのがあってですね、まあ OCD は比較的両方似たような見解で進んでるんですけど、うんうん、まあそういうのでなんかバージョンが変わるとまた変えなきゃいけないという概念になります。そうですね、はい。でどのくらいの人がいるかって話なんですけど、なんとですね100人に2人です。多いな。多い多い多いんですよ。100人に2人いるっていうことを知っておいてください。つまり身近な人ですね、身近な、うん、まあ確かにね。でもなんか自分もそういう傾向があるんじゃないかなっていう時とかありますもんね。まあちょっと、まあ、後天的かもしれないですね。後天的かもしれないし、あの例えばね、あの受験勉強とか乗り越えられる人って結局 OCD の人なんですよね。 OCD ライクな人ですね。だからまあ せっかれてやんなきゃいけない、勉強やんなきゃいけないって言って、いいよやんなくてって言った人は多分勉強をコツコツできないんで、あ、まあこういうなんか俗的な本を読みると、成功する人は OCD とか、成功する人は HSP ですとか、そういうような捉え方、まあコツコツやるタイプには成長しやすいんじゃないかなと思うんですね。社長さんでも例えばそのまあ社長さんになる人って結局細かいことはやんないけど、でも結構目をさ、うんうん、細かいとこまで見てて気配りができるっていう、気配りするってことはそんだけ向こうの心配をしちゃってるわけだから、結局 OCD なんだと思うよ。そのなんかね、そのきちきちやることが OCD なんじゃなくて、うん、やっぱり気概不安とかがある人はやっぱり営業成績良かったりとかするわけなんで、まあ、単純にそのなんかねチェックする人とかいうわけではないっていうことは大事ですね。で、まあ、今日はじゃあこの辺まででしょうか、うん、で次が、うん、今日はまあそのどのぐらいの人がいて、まあ、どのぐらいで発症するかってことですね。だいたい20歳前後からまあ30代前後でライフ、女性の場合はライフイベントがあるときに発症するということです。であとは人口の 2% ですね、うん、ね、こんな多いとは思わなかった。身近な病気だっていうことですね、はい、病気っていうか、まあ、身近な、ね、障害ですね、うん、っていうことです。例えば、ね、100人に1人2人っていうとどんぐらいだと思います。統合失調症とかと同じぐらいのボリュームじゃないですか。あ、まあ、統合失調症って、まあ、100人に1人とか、そうですね、精神疾患でいうと、まあ、そんぐらいのことになるし、うん、まあ、100人1人、例えば今でいうさ、セクシャルマイノリティも100人に1人いるんじゃないかっていう。そんなもん、あれ意外と少ない、もっといることも、もうちょっといるかもしれないね。10人に1人ってもいる、7人に1人、あれ
左あれ何でしたっけ、左利きの人と同じぐらいいるっていうのもあ、まあ、あとはね、あとはそのそうね、そういうことかもしれないね、うんうん、あとはその例えば人工授精とか、うん、あの生殖代替医療みたいなのあるじゃん、はいはい、あれは何人いるとか知ってる？知らないです。結構3割ぐらい、うん、もうちょっと少ないけど10人に1人ぐらいだって、うん、それがもう10人に1人ぐらいで、まあ、それよりはちょっと少ないけど、うん、って言ってますね。100人に1人あと何があるかな、100人に1人の村のやつとかやるとね、あの本とか正解するっていう、まあ、でも100人に1人なんで1クラスに1人とか、まあ、1クラス2人あ3クラス、まあ、30人クラスだったら、まあ、3学年中1人あるとか、もうちょっといると思うよ、うん、教育青少年、うん、まあ、このデータはアメリカのデータなんで日本人はもうちょっと多いのかなっていうのが印象です。確かに日本は強いられてる。はい、じゃあまた次回この症状について詳しく話していきたいと思います。はい、はい、次回も楽しみに。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。